なんでお前。ああ、吉井和也のパリって曲の替え歌だよ。いや、絶対買いすぎだろ。そんなことないぞ。パリだけはオリジナルのままさ。ええ、言えば注意。懐かしいね。じゃあそんな君には、吉井和也のソロ時代の歌詞話をしてあげよう。相変わらず突然だね。吉井和也とは、1966年10月8日生まれのミュージシャン。1992年にザ・イエロー・モンキーのボーカルとしてデビューし、太陽は燃えている、スパーク、ジャムなど数々の名曲を残し、音楽業界に第一線を駆け抜けたが、2001年に活動休止した。EMA 最近ハマってるよ。その後、2003年に吉井ロビンソン名義でソロ活動を開始し、2006年に本名の吉井和也に戻し、現在の活動中。ロビンって言われてるのはそこから来てるのか。そんな吉井和也のソロ時代の歌詞はとても独特なんだ。そうなんだ。人生編、恋愛編、謎編の3部門に分けて順に紹介していこう。謎編ってなんだよ。1、人生編。パリ、西日で部屋の全部がオレンジ色になっちゃって、未来がぼんやりでも怯えることなど何もない。人間ってむなしいもんさ。信じてるのは君だけだ。サイドバイサイド、無意味な過去のテーブルで頬杖ついたらまた切られるぜ。コールに、毛が切られる、毛が切られる、都会では両手を伸ばすな。だから何を抱いていいのかわからなくなることあるんだ。人間って人は何かな。答えの数が世の中の形。これはすごい悟りを開いてるか。欲望、生命をちらつかせ試してるんだ。ムカつくよ。死亡と同じだよ。恋しいほど後が怖い。ビリーブ、アイビリーブミー。振り向いても後ろには通り過ぎた景色があるだけさ。アイビリーブミー。どうにもならないと思わずに今を駆け抜けたい。雨雲、夢が叶えば夢に騙され雨雲広がって、本当の夢を探すことこそが夢だと分かった。追いつけないと地球が丸い意味もそこで知った。ラブ&ピース、願い叶ってもまだ満たされないのは生きてるって証なんだろう。でも争いっていうのは終わることはない。僕はずっとそう教わった。獅子雄、続くどこまでもこの広い大地、野望、本当か嘘か今でも迷うけど、あの日泣いた獅子雄が透き通るまでは騙されてみようか。めちゃくちゃかっこいいね。2、恋愛編。ナチュラル、君はオリジナルのままかな。無理なドレスアップじゃない。ない、ないといいな。気に入らない場所がなければ好きなところも目立たないよ。ビューティフル、公園で散歩もいいじゃないか。簡単な格好でいいじゃないか。コンビニの菓子パンでいいじゃないか。永遠の太陽に照らされた君の横顔はビューティフル。 I want to, I need you。寒い朝にこっそりおにぎり握るように愛してくれない？なんかこの歌詞はじわじわくるな。だろ？バッカ、最終の電車に乗り込んだ何かしらギリギリの人ばっか。独り言言うよ、メリークリスマス。これはイエモンのジャムの特権と言われている。確かに EV もそんな感じだよね。クリア、さよならする時が来た。笑顔でまた会う日まで。お互いこれから長い日常だけど、お元気で。3、謎編。フォーリンフォーリン、螺旋状フォーリンフォーリンに失った時をフォーリンフォーリン探そうか。ミスティでリスキーで、トゥーホップステップジャンピングインツーです。アイドンのフォーリンフォーリン重なった夏のセミセミ一瞬だった。美しいね、美しいね。セミダブル提示したい。指、メンス意味やってんね。ブラックコックスホーズ、暇つぶし、他人のゲーム、コードを普通に普通に暗いご時世。その目でイシイシ、神様見たけど、鏡を覗いてみな。君からのメッセージを君に返す。死ぬときは一人だ。最後の一言すごいね。人それぞれの前へ。ガソリンスタンドに寄った可愛い女の店員が、オーライ、オーライって言った。本当に俺はオーライか？トトちゃんはガソリンスタンドに行くと必ず思い出すかしたよ。面白すぎだろ。B、 あ、パーティー、あん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 、なに、あん、なに。
緒じゃねえ。ワテゾン3、みんなに死んだらいいなと思われるピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツに似ている。何年でよ、クリーマンチー、ほらほらマンチーだ始まった、ほらほらマンチーだ始まった、ほらほらマンチーだ始まった。ひっひっ、最高最高、めちゃくちゃだね。魔法使いジェニー、愛と勇気払って悪い奴らを追っ払って、雷神な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 、雷神ね。ハハイスズ、パトリオットミサイルをアプリコットミサイルと言い間違えた。ナスカの地上位をナッツの地上位と言い間違えた。おひつのご飯をひつりのご飯と言い間違えた。ハハイスズは強かった。確かにめちゃくちゃ強そうでね。どうだ、いえ、謎品に全部持ってかれたわ。だわ、デビじゃないよ。それがヨシイカ勢の魅力なんだよ。めちゃくちゃ雑な締め方だね。このまま覚めない現時代、曖昧夢を駆け